お花の匂いはね、これケーキの匂いかな、どっちだろう 甘い匂いする、ケーキの匂いかも。待ってね、こうしたらいいのか。あ、ええ、ケーキの匂い、あ、ちょっと待って、どういうことだ。あ、これの匂い こっちは多分無臭でも、なんか匂いする気がする。なんかね、お花みたいな匂いはしないんだけど、多分こっちの匂い 多分ね、今私ケーキの匂いが鼻についちゃってる、だから無臭なのかも。そう、ちょっとね、今日はね、あれだね、もう遅い時間だからね、食べられないんだけど、みんなに見せたくて、そこにママが作ってくれた、作ってって急に言って作ってもらった。じゃあ明日おいしく食べようと思います。イエーイ、よいしょ、嬉しい、かわいい。そうなの、夜だから我慢してるんだ。すごい夜だもんね。もう11時なの。そう、みちこが作ってくれたね。そうやの。そうそう。あ、そう、12時まで。今日が終わっちゃう。ギリギリ終わっちゃうまで配信しようかなと思いまして。もしよかった、ちょっと遅い時間でね、また告知も急で申し訳ないんだけど。時間の許す限りぜひぜひ一緒に過ごしてくれたら嬉しいなと思います。ぜひ、クッション座ろう、あたたたたたた、おいしい、ないからお話ししよう、ないからお話しようかな。もうね、胸がね、いっぱいすぎてね、どうしたらいいかわからないんだ。そう、なんかね、日付が変わった瞬間から本当今の、今まで、今のこの瞬間まで、もうずっとね、常にツイッターでもインスタでも、あと LINE かでもね、いっぱいおめでとうとかね、あったかい言葉をいただいてね、本当にもう胸がいっぱいでね、本当にそうなのね。まだね、全部にそう、いいねしに行けてないんだけど、させていただくね、終わった後本当に嬉しくて、全部嬉しい。インスタの中の人、あ、え、まだ見てない、投稿してくださってたんですか、見に行こう、見に行かなくっちゃ。一番はね、親友ちゃんでした すごい、本当に優しい。なんかね、すごいびっくりしたの、12時になった瞬間に、なんか誰かがスターバックスタンプを連打したのかなって、これライ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 ってなって、やばい、誰かめっちゃスターバックしてくれてるって思ってみたら、なんとびっくり、全部違う人で。ねえ、あったかすぎない？だってさ、12時に来ててくれて送ってくれるってね。そう、かえりちゃんとね、かえりちゃんの妹ちゃんがね、一緒にね、12時ぴったりに送ってくれて、めっちゃ嬉しくて、いとおいしいってなってた。ちょっとリップ隠しよう。ごめんね、急にリップ塗っちゃってめっちゃ急に塗っちゃった。そう、もうね、ツイッターもね、めちゃめちゃ嬉しくて
とストーリーもいっぱい DM くれたりメンションしてくれたり本当に嬉しい。さあ、あとね、私これずっとねちょっとねもうみんなに見せびらかしまくってるんだけど、見せびらかしまくってるんだけど、あのねずっとねいつかやってもらいたいなってね思ってた、あの世界の方々があのメッセージ動画を言ってくださるやつな、あれなんてちょっとね正式なお名前が分からなくて申し訳ないんだけど、それのねなんて言ったらいいんだろう、なんかお依頼をして、何これこういう風に言ってくださいって言ってお伝えすると、いろんな世界の方がその言葉を言ってくださって、なんかその後まあってやってなんか音楽がジャン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 って流れ始めて合わせて踊り出すっていうやつがあってね、いつもいろんな方のそれを見てていっぱい心が温かくなってて、いつかおぐまつぐみちゃんおめでとうって言ってほしいなって思ってたら、ハートしてくださって、そう保存しちゃったよね、もう画面録画しちゃったよ、本当に嬉しい。あとみんなが作ってくれた動画とか写真とかも全部保存して、あ、そう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 嬉しい。しかもね、あの私の写真も多分その方がお依頼した時に一緒に渡してくださったみたいで、ムキムキお兄さんが私が印刷された紙にめちゃブチューってしててはい、やばい、チューされてるってめちゃくちゃチューされてた私嬉しい。おぐまつぐみちゃん誕生日おめでとう、うまってやつ、ちょっとみんなぜひ見てほしい、ありがとうね。ちょっとごめんね、勝手にこの場で伝えちゃって、ありがとう。めちゃくちゃチューされてて、はぁ、チューされてるって思ってた本当に嬉しいそうなの。いやちょっとねこれから全部見に行くね、嬉しいよ本当に。なかなかねリアルタイムで全部終えてなくて申し訳なかったんだけど、楽しみ、全部見に行くね。今多分途中までそう見させてもらっててね、そう、うんうん一番されてた、ほんとやったやった、一番チューされてた、やったね。夢の国のバースデーシールにつぐちゃんの名前、嬉しい、あの書いてもらえるやつだよね、お誕生日の時に、嬉しい、ありがとう。あれだよね、もしかして一緒に書いてくれたの二人の名前、嬉しい、てくれてありがとう。こちら、あ、倒れちゃった胸がいっぱいすぎて倒れちゃった、ごめんね、本当に嬉しかった。 YouTube は見た嬉しい、可愛かった、そう楽しみ、見に行くね、嬉しい、はあ、胸がいっぱい、嬉しい、もう本当に私はねずっとこう二十歳を迎えてその姿をみんなにそうお見せするのがねずっとずっと私の中の目標であって、ずっと夢見てたんですよ。だから本当にこうしてね無事に迎えられて、でも二十歳をこう迎えられたとしてもこうねみんながそう好きでいてくれてる、ずっと今もそう二十歳になっても好きでいてくれたからね、こうして一緒に過ごすことができて本当に幸せ、ありがとうね本当に。二十歳になっちゃった、もうねもう一生忘れられないよね二十歳、本当に姉ちゃんがすぐそんな大きくなったのって言って、そうなの、二十歳なったの、元気ありがとう、うん、
歯歴短いけど、もう本当に鼻が落ちたよね今、大丈夫か、本当にね、もうね、本当タイミングとかどんなタイミングとかも何にも関係なくって、もう本当とにかくもう本当に出会えて幸せ、本当にそうなの。すぐ追いかけて13年目だけど嬉しい。おっと、ちょっと架空の何年があるな、それは。私ね、今年8年目なんですけれども、8、9、10、11、5年前から、あれ、もう知り合いだったかな、もう架空の何年かがありますけど、大嘘つきだ。嬉しい、大嘘つきでも嬉しい。そう、本当にとにかく本当に知ってくれてありがとうございますの気持ち。そうなのよ。そうなのよ。ああ、サチサチ嬉しい、ありがとう。前世から推してます。すごい、前世からお知り合いだったみたいで、ちょっと私正直覚えてないんですけど。すいません、今世でやっと認知させていただいたんですけど、ありがとうございます。前世からね、勝手に勝手に勝手にとか言って、ごめんなさい、勝手にとか言っちゃった。ありがとうね、前世からね、助かったよ、ありがとうね。よかった、今世でも出会えて。でもなんか本当にあるよね、なんか前世で出会ってた人の運命の人って今世でも絶対に別の形でも巡り合うんだって、すごくない？だからもしかしたらみんな前世で会えてたかもしれないね。え、ちょっとそう、二十歳、そう、ずっとショールーム配信でさ、二十歳なる前にどうしよう、二十歳になっちゃうよなんて言ってたじゃないですか、私でさ、お酒飲めちゃうよとかさ、お酒飲んだらどうなっちゃうんだろうとか言ってたんですよ、ずっと現実味がないままなんだけれども、ついにですね、今日二十歳になりまして、なんとお酒飲みました。飲酒しました、おがまつみ、すごくない？なんかもう本当に大人になっちゃった、すごくない？もう次に飲酒記念日です。さあ皆さん、何でしょうか、私の初めてのお酒。これはちょっと一足お先にメールでさっきね、みんなに送ったんだけど、何でしょう、何でしょうか。シンプルやってる。ちょっとまだふわふわしてます。ヘビレキ、ヘビレキなんですけど、あ、そうなんです、ちょっとね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、なんとですね、初めてのお酒一発目、なんと私、あの北雪という新潟の日本酒をYK35 っていう、めっちゃ美味しいお酒、そう、そうなの、すごくない？めちゃくちゃチャレンジャーじゃない？一発目のお酒日本酒、もう日本酒ってことはさ、つまり純アルコールじゃない、確かそれがね、すっごく自分でもびっくりするくらい飲めてしまいまして、めちゃめちゃ美味しくて、なんか飲んだ時はすごいお水みたいな、なんかサラサラサラみたいな感じなんだけど、後味がなんかこの辺でふわっふわっふわっってな感じ、そう、めちゃめちゃなんか 甘い、なんて言ったらいいんだろうね、甘くて飲みやすくて、そうなの、なんかでも今思い返したらね、道理でちっちゃい頃からおつまみ好きだったなと思って、やっぱりお酒好きな運命だったんだな。ねえ、強いのかな、なんか強いと言っていいのかわからないんだけどね。あ、そっかーってなったの、ここ。
なんかみんながよく公演終わりとかイベント終わりとかにそう飲み会してるよとか、今そう全然プライベートとかでもそう女の子同士で今飲んでるんだとかみんな教えてくれたりねしてくれることがあって、そうすごいみんな楽しいって言ってる意味が今日すごくわかりました。なんかすごい楽しいねお酒って、なんかなんだろうこう不思議なんて言うんだろうね、ふわふわふわってどんどんなって楽しくなる感じ、なんて言ったらいいんだろうね、ちょっと難しいそう結構ねあのお酒飲むとさなんか急にめちゃめちゃ泣き出しちゃったりとかさ、すっわこれね今日何度も天井お見せしちゃうと思うんですけど、かわいいでしょ、およもあと急にめちゃくちゃ怒っちゃったりとかっていうのをねいろんな人から聞いてたから正直ねすごい心配してたの、どうしよう私飲んだ瞬間めちゃめちゃブチ切れる人とかだったらどうしようって思ってたんだけど、ただねあの余計ヘラヘラするだけだったっていうそう本当いいのやら悪いのやらって感じでね、そう余計にそう顔が緩んだだけでそうなんかすごいねこの感覚を今までの経験した中で表すと2公演の後の感じすごいハイテンションな感じ、そうなんですよ。あとねあれ飲んだ、その北雪とあのみかん酒、そうこれ私ずっと飲みたいと思ってて、果実酒っていうのかな、なんかねみかんわっ落ちたね、ちょっと待ってねちょっと失礼いたしますね、落ちたね落ちましたね、どこだろう、この辺か、飾りかわいいでしょ、これも落ちてるね、あまいっか、あきあきよし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 、あった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 、よっとこしょっとこしょ、なんだったっけ、あ果実酒飲んだの、めちゃめちゃびっくり、あれ本当にあれお酒入ってるのかな、果実酒ってなんかねオレンジジュースだったんだよね、そうそうなの、なんかねそう私炭酸があまり得意じゃなくって、で普通は果実酒とかって炭酸水とかで割ったりするらしいんだけど炭酸ダメないよねってなって一回そのまま飲んでみたら全然いけて、それでもさすがにそのまんまずっとグビグビ飲むのはまずいよねってなって、氷を何粒か入れて飲んでたから、若干お水もお水なのかほぼ、そう氷とストレート、あそっかストレートかこれって、そっかそう氷とストレートで飲んでましたから、多分いい感じになってたのかな、そうでもねそのまんま一回氷なしで飲んでみたの最初に、だけどオレンジジュースだった、そうなの、え待って強いこれ強いのかな、そういうこと、もしや強い、え酒豪だ酒豪だ、でも美味しかった、オレンジジュースだったんだよね、何パーだったかな、 5% って言ってたかな、確か 5% くらいのやつ、わっI don't care.
ごめんね、また天井向けちゃって。ママパパは強いの、ママパパも強いのかな、そうお酒好きな2人、あ強いのかもしれない、だからかな。待ってね、固定されるかな、あ変わって、はい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 、そうなの、あちょっと待ってね、これどうやったら固定できるかな。 あら落ちたね、あんたまた落ちたね、はいはいはい、あいや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 、わわわわお待ち、ちょっとお待ちね、ういういオッケー、そんでもって誰が落ちたの、あんただね、あんたはここなんだよ、ごめんね、あともう数十分ちょっと頑張ってくれるかな、ごめんね、頼んだよ、オッケー、よいしょ、あたたたた、そうで何だったっけ、何の話したっけお酒の話か、果実酒飲んだんだよ、本当に美味しかった、オレンジジュース、そう初めて飲んだのが日本酒、そうなんかねずっとね一番最初に飲むお酒何にしようっていうのをこう迷ってて、でね結構いろんな人に聞いてたんですよ、マネージャーさんとかメンバーとか、そうで聞いていろいろ、あーこういうお酒もあるのかとか、素敵これっていうのをこう知って、そういろいろ考えたんだけど、やっぱり一発目は新潟のお酒が飲みたいなって思って、そうそれでなんと新潟の日本酒、そうまさかの一日違い、そう実はね、あのもうあれだよね、なんかニュースとかに出てたみたい、言っていいのかな、なんとですね、あの10代最後の日は私佐渡にいまして実はでね、あれだったんですよ、本当は昨日すごくお天気がものすごくて、雪だったり風だったりで、でね帰れない説が出てたんですよなのでもしかしたらお誕生日を佐渡で迎える説が出てたんだけど、そう帰り帰れて新潟で迎えて、でそうでも佐渡って美味しい、佐渡も美味しいお酒がたくさんじゃないですか、だからあと1日ね遅ければ美味しかったねっていうお話をしてたんですよ、なんだけどまさかの帰ってきて一発目に飲めたお酒が佐渡の、そうお酒副節って日本酒、あビール飲まなかったな、そういえばまだ飲んでないの、そうそうだ、あやばいまたごめんね、何飲むちょっと、おっとっとっと、あきゅきゅきゅ、タイのビール美味しいです、本当、そうそっか、ビールもあれだもんね、種類もいっぱいあるし、種類だけじゃなくていろんなね国のビールがあるもんね、おっとっとっとね、楽しみ、いいね、そうビール、そう新潟のビールもあるよね、風味爽快にしたかね、ちょっとみんなぜひ教えてください、角杯しか勝たん、角杯、角杯ね、ちょっと調べてみよう、角杯、あ角杯ってあれか、 CM やってるやつ、はいなんだっけ、あの可愛いキャラクターのハイボールの杯か、角ね、カルーアミルク、あそうカルーアミルク、あのマネージャーさんに聞いた時におすすめしてもらって、
いつか、そう、まだ飲めてないんだけど飲みたいな。あ、カシスオレンジね、それもね気になってた、よく聞くやつ。どんな味なんだろう、オレンジジュースなのかなこれも。お兄ちゃんは酒強いの。兄ちゃんも割と飲むかも。さあ、そっか、確かによくよく考えたら家族みんな飲む人だそりゃね、私も飲める人なんだな。なるほど。あ、酔うんだ、お酒が強いのか。そう、でも今日のね解説詞はね本当にオレンジジュースだった。そうから、逆に危ないかも、オレンジジュースだってごくごく飲んじゃってね、めちゃくちゃヘベレ系になっちゃうね、かもしれない。そうそうね、そう、ほんと特にねこうなんだろう、めっちゃ具合悪いとかもなくって、果実酒って3回言って、果実酒果実酒果実酒どんどんちっちゃくなっちゃう。果実酒って難しいね、果実酒。果実酒、一応ね、あの滑舌は大丈夫みたい一応ね大丈夫。そう、でもね炭酸克服したいな。なんか飲めないってわけじゃないんだけど、たくさんは飲めなくって、そうキャプってなっちゃうんですよね炭酸あとね、そう苦しくなっちゃうんですよ炭酸。でもお酒って炭酸のが多いよね、ビールとかもそうだよね。からね、お酒炭酸飲む、飲んでみたいな。そう、とりあえずコーラがそう、コーラが苦手なんですよ。そうなの、そうなのよ。だからね、コーラとかはさ、よく美味しすぎてめちゃコクコクって飲むやつあるじゃない。あれすっごい憧れるんだけど、もう一口目であっ、おってなるほんとここキャプキャプしちゃう。うん、あとねあれも苦手、スプライトも。そう、美味しいのにね。そうなの、明日いっぱいお祝いさせてね、楽しみ。そう、なんとですね、これ私がもうずっと楽しみにしてた、明日ね待ちに待ったオフラインおしゃべり会がありまして、劇場で行わせていただくんですけれども、めっちゃ楽しみ。こう二十歳を迎えたてほやほやの次の日にみんなとね会ってお話できる機会があるなんて本当に楽しみね。えめちゃくちゃね、土平日で、しかもすっごい寒い新潟の時期で、さらにねすごい年末っていう、みんなも特に忙しい時期になってしまって、すごい心苦しかったんだけどね。そう、いっぱい会いたいって、そうみんながね思ってくれるのがすっごい嬉しくて、そう来てくれるみんなも来れないって、みんなも会いたいって思ってくれてること自体が本当に心から嬉しくて、帰りにお仕事が終わるね。もうね明日すごい普通に平日なのよ、本当に本当にね、ありがとね。なんか私すごいこれ思うんだけどさ、こう例えばイベントとかに出てる時に行けなくて、でそれぞれのお仕事とか用事がある中で、思いそれを、そのイベントがあるってことを思い出してくれて、頑張ってねとか、そう、そのそれを思いながら頑張るねって言ってくれるのが温かすぎて、みんながそうね、だって会えてない間もさね、それを思い出してくれて考えてくれてるってことじゃない。そう、それがめっちゃ嬉しくてね、本当に
いつもねじんわりしてるんです、本当に。あ、事前登録ね、なんかみんなしてくれてたよね、なんか見たよ、なんかねあるみたい。ごめんね、私全然告知できてなかったね。ぜひ事前登録してくださいね。退職理由つがやだって言ってやります。そこ私に全責任を負わせるじゃない。ねえ、ちょっと私もそれは社長に説得しに行かなきゃいけないやつ。ええー、そっか、お仕事だよね。そうだよね。あとめちゃくちゃあれなんだよね、ちょっとね、ほんのり匂わさせてはいただいていたものの、早急だったのもあるもんね。そうそうそう、お天気、そうなの、お天気が本当に本当、みんなねお越しくださる皆さん本当にもうめちゃめちゃ暖かくしてきてね、本当に。あとね、本当もう今全部全体日本全部寒いと思うからね。そう、明日いろんな場所で頑張ってるみんなだったり、いろんな用事のみんなもね、いっぱいあったかくしてくださいね、本当に。二十歳友達も楽しみだな。そうそう、これもお話ししたかった。そうなの、みんな見た、二十歳、私たち二十歳ずっと友達、これもねもうずっと前からもう勝手に匂わせさせていただいてたんですけど、あのですね、なんと私今日で二十歳を迎えて、で6月に、あ、落ちたけどなんか奇跡的に残ってるね、オッケー。そう、6月にあのひのちゃんが二十歳を迎えて、そう、私たち二十歳コンビなんですけど、なんとね、そうずっと二人で、そう卒業する前に何か一緒に絶対イベントがしたいって思ってて、したいねってお話ししてて、そうお願いさせていただいたら、なんとさせていただけることになって、なんとね成人式イベントが決定しました。20日、本当に嬉しい。そう、あ、うう、ダメだね、これはダメだ、ちょっともう一回、本当に嬉しい。これまたね、そう平日だよね、なんだけど1時間にちょっとスペシャルな、そう、その日しか見れないステージがキュッとキュッと詰まってるので、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、そう、でもあれなんだよね、卒業公演、生誕祭とね、日にちが近いから、そう、きっとみんな投げ控えしてる方もねいてくださってると思うから、そう、ちゃんとそこは分かってるのでね、え、そしたらぜひね配信とかでも見守っていただけるのもめちゃくちゃ嬉しいので、もちろん来てくれるのもめちゃめちゃ嬉しいので、いっぱいね現地でも配信でも、もうすごい最高のステージをねお届けできるように頑張りたいと思います。そう、あー、新幹線と友達ありがとね、たくさんあれだよね、いつもいっぱい新幹線でね、お尻痛くなるよね、大丈夫、そうだよね、ありがとね、たくさん本当に時間をかけてくれてね、予約するのも大変だよね今年末って、うん、本当に嬉しいの、本当に。なんかね、最後ね、そう、どっちも2日間オフラインイベントさせていただくんだけど、そうなの、どっちも新潟でね、ありがとね、いっぱいに来てくれて、初フライトね、飛行機もね、ありがとね、本当に気をつけてきてね、めっちゃハードスケジュールだよね、そうだよね、
暖かくしてね、本当にめちゃめちゃ暖かくして、本当にそう、今日も寒かった。今日はね、4度くらいだったかな、私が見た時は。ねえ、ぜひ来てね、公園ね、最後。すぐちゃんためならあっという間。かわいい、もう本当に嬉しい。足出さない方がいいですか？でもね、もう自分が一番、もうめちゃめちゃこの服かわいい、好き、私一番かわいいっていうお洋服でぜひ着てほしい。でも寒いか、ちょっとね、風邪ひいちゃうっていうのを考えたら心配だけど、でもそういうね、可愛い格好してこようって思ってくれる気持ちが、あー落ちたね、めちゃめちゃ嬉しいから、そう、うわ、だからね、もしかしたら多分あの劇場の中は多分あったかいと思うのね。だからそこに来るまでの道とか移動時間とかがやっぱちょっと心配だから、もしかしたら、うわ、持参、ちょっと荷物多くなっちゃうんだけど、持参するのが安心かも。あのちょっと長めのやつとかの方が安心かな。うん、できる限り温めて、できる限り出していく。そう、程よくね、そう、出すとこ出して。そう、温めとか温めて、楽しみ、嬉しい。私も明日いっぱい可愛くするね、いっぱいおめかししちゃおう、26もね。そう、もちろん SNS にも写真載せるので、そう、みんな見てね、そう、ちゃんと載せるよ。そう、そう、明日は生誕 T シャツを着ようと思ってるのでね。そうそうね、え、そうだよね、みんなまだ届いてないって言ってたよね。そう、だからこんな感じなんだっていうの生で見てもらえる機会になったら嬉しいな。早くみんなと来たいね、楽しみだね、嬉しい、本当に、はぁとか言って嬉しいな。何、フェイクタイツなんてあるの、何それ。あ、あれ、あれかな、あ、知ってるかも。なんかさ、あの色はめっちゃ肌色で、こう見た目はすごい足の色なんだけど、実はめっちゃ中に裏肝が入ってるみたいなやつかな、それ。それめっちゃ気になってたんだよね。新潟ファイナル以来です。ツアーファイナル以来か。じゃあもうほぼ2ヶ月、ほぼ2ヶ月くらいぶりか。嬉しい、なんかそれが私のイベントで来てくれるっていうのが嬉しい。ウィゴ、ウィゴで売ってるの？え、見に行こう。見に行こう。欲しい。ちょっとね、足寒いのよ。そう、長いね、スカート私結構ロング、あ、ロングのお洋服が多いんだけど、それでも寒いもんね。そう、朝起きたら外真っ白だったね。なんかしっかり雪降っててびっくりするよね。そう、もうね、しっかり雪降ってます、最近。うん、1枚10秒くらいね、え、どんなくらいなんだろう。でもね、私の記憶だと、前にあの門継ぐでグループおしゃべり会っていうのをさせていただいた時があったんですけど、その時あのすごくね、緩かったんだよ。だからちょっと緩くしてくださいってお願いしようと思う。ちょっとこれは私の勝手な願望なんですけど、ちょっとでも長くお話ししたいのでお願いします、緩くしてくださいってお願いしようとしてる。
そんなのありなのって感じたんだけど、そう、それくらいちょっとみんなと話したすぎてるのでお願いしようと思ったら、もし難しかったらごめんね、それがけど、なんとかゆるくしてくださいって言ってみるね。そう、すごいゆるゆるだったのよ前回。なんかゆるゆるというか、なんて言うんだろうね、強制退場みたいなのがなかったというか、そう、なんか握手会の時とかって、あのお時間ですってこうお剥がしをしていただくじゃない、なんかそれがない、ないなかったのかな、なんて言うんだろう、ね、なんかセルフでどうぞみたいなそう感じだった記憶があって、回転寿司かと思いました。みんなね、すごいゆっくりぐるぐる回ってくれてね。そう、明日もそんな感じかなって、あ、触っちゃいけないからかなって思ってた、確かにねって、今めっちゃ降ってきたね、ごめんね、すごいタイミングで。そっか、そうだよね、コロナとかもあってね、おさわり現金だったのかな、明日もじゃあおさわり現金にしていただいて。そうかも、そうだそうだね、すごいよねこれ、雪？みぞれ？なんかみぞれっぽい気がする、音的に。どっちだろうね。そう、やっぱ傘も絶対いるね、これは明日。あ、落ちた。傘と、あったかくするのと、あと、やっぱカイロをね、カイロ大事ね。貼るカイロを貼って。あ、もうダメかもしれない、これ。つかない。つかないかな、分かった、ちょっとごめんね、クマさんにもたれさせようと思う。あ、いいじゃない。ごめんね、もたれさせて、ちょっと紐がかかっちゃってるから。あ、かわいい、ちょっとクマさん持ってるみたいじゃない、こうやったらかわいい。そう、いっぱいあったかくしてきてね、本当に。うん、すごいね、明日どうなんだろう、でも天気良くなるといいな、やっぱりね、雨とか降っちゃうとさ、もう髪の毛が全てなくなるじゃない、湿気で。もうね、今日すごかったの、髪の毛全部取れちゃって。だからね、なるべく晴れがいいよね。明日てるてる坊主作ろうかな。あっという間、ちょっと今ふと時を見えました、あと7分で終わっちゃう、誕生日と配信が。はあ、すごい、ちょっと話したいことたくさんすぎていっぱい話しちゃった。ねえ、ありがとね、みんな夜遅くまでね。あ、そっか、明日作ったら遅いのか。そっか、やばい、一日遅れた、今日作んなきゃだった、やばい。あー、そうだよね、当日じゃダメかな、間に合わないかな。ちょっとおテントさん無理かな。ねえ、晴れるといいな。いやー、いや、すごい、ずっとしみじみしてるんだよね、朝から。二十歳かーって。ねえ、なんか嬉しい、本当に何回も言っちゃうけど、みんなに見届けてもらえて、夢みたいです、現実です。現実なんですけど、夢みたいです、本当に。ねえ、いっぱいね、朝からたくさんお祝いしてくれて、そうやってね、最後の最後まで遊びに来てくれて、本当にありがとうございました。あとね、その10代最後っていう配信できなかったから、ちょっと改めて二十歳になったけどお伝えするんですけれどもね、あの、本当にいっぱいね、10代に素敵な気持ちを
とか思い出をたくさんね一緒に過ごしてくれてありがとうございました。素敵な10代、みんなのおかげで最高な10代でした。本当にもうほぼ10代の全部だもんね。12、そうだよね、そっかね。本当に多分これから先ね、今日から20代か、20代になってこう30代40代ってどんどん時を重ねて年を重ねていくと思うんだけど、多分このね、そうみんなと出会えて過ごせた10代って一生忘れないんだろうなって本当に思うんだよね。だからこの先めちゃくちゃよっぽよぼのおばあさんになったとしても縁側でこうやって茶をたしなみながらあー10代は楽しかったなってそうきっとどこかでしてると思うので、そうみんなもね頭のほんの片隅にでも覚えててくれて一緒に過ごしたりとか、そうあーせいはこんな子いたなーなんてこれから先も思い出してくれたら嬉しいなって思います。そうそう、そうあとね私は思うの、あのねきっとねこうみんなのねこう応援してくれたこととか言葉とかいろんな思い出があるから、きっとめっちゃこれから先やばいもう無理かもみたいなことがあったとしてもきっと頑張れちゃう気がしていて、とってもそうなので、みんなにとってもねこれから私がそうちょっとでもそんな気持ちを届けられる人であれたら嬉しいなーなんて思っているのでね、そうこれからもそうみんなのこといっぱいめちゃめちゃ応援してるので、私もなんかすごい最後の配信みたいな感じだったけど全然まだまだ大事するからね。そうそうそう、そう次ね、そう卒業前にこの配信してほしいっていうのをみんなに言ってもらえてたのをしていきたいなと思ってて、この間それでメイク配信をねさせていただいたんですけど、あとよくねお料理配信をしてほしいってみんなに言ってもらえてたので、そうどこか卒業前にできたらいいなって思ってるんだけど、まだ実は分かんなくって、できるといいな、もうできるってなったらすぐね告知させていただきたいと思いますので、本当にそうちょっとねお料理配信何かと毎回ハプニングが起こるのでねちょっとでも二十歳になったことですし、ちょっとみんなを安心させてからね卒業していきたいなと思いますのでね、そうハプニングないように行っていきたいと思っておりますあー時間ありがとう、早い、あと2分、やばい、あと2分でお誕生日が終わっちゃうけど、これからもうずっと二十歳なんだった今日だけじゃなくて20歳かね、改めて本当に日付変わる瞬間からこの今の瞬間まで本当にありがとうございました。いっぱい最後リップ塗ろうかな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、やばい、このさアプリケーターって言うんだっけが曲がっちゃって入らない、オッケー入った、やばいあと1分だ改めまして、皆さんたくさんお祝いありがとうございました。無事にみんなに20歳を見守ってもらえて幸せです、ありがとう。あと何秒で終わっちゃうんだろう、いっぱいツイッターいいねしに行くね、いっぱいありがとうね、みんな大好きです、ありがとうふふ